2013年は、西暦による火曜日から始まる平年。平成25年。この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。隕石の爆発地点から約 200km 離れたエカテリンブルクで観測された、隕石クモポールという人が乗っていて車両は、ポルシェカレラ GT に乗っていた。 実際ハンドリングが悪く有名レーサーなどが、ハンドリングが悪く、スピードを出しすぎると素人にはカーブは曲がりきれない、と公言している。2月15日に、以下の2つの事柄が起きた。口述の通り、時期的な重なりは偶然とされる。3月中旬五郎ピークにパンスターズ彗星、11月下旬五郎。 ピークにアイソン彗星という二つの彗星が太陽に接近、通過し大彗星になる可能性があると期待されていた。以下、特に注目されていた後者の彗星について述べる。11月から翌年の初頭にかけてアイソン彗星が肉眼でも観測可能と予測され、特に近日点を通過する11月28日以降には、 死等級がマイナスになる可能性もあり、近星や満月より明るい大彗星になるのではないかと期待されていた。しかし、前述の近日点を通過した際に彗星の大部分が崩壊し、近日点通過後に期待されていた大彗星としての観測は不可能となった。この年の後半には太陽活動の極大期が予測されていたが、 通常の極大気と比べて、黒点数は少なく太陽の活動も低調に推移している。また、極大気には、太陽の北極部と南極部において、磁場が反転する現象が起きるが、今回の磁場の反転は、北極部で、日本の太陽観測衛星、日の出により2012年に観測されたものの、南極部では1年以上遅れており、 北極部と南極部で同じ時局となる特殊な状態が一時的に見られた。なお NASA によると、今回の磁場の反転は本年12月末までに完了している。極大期に突入して黒点が少ない状況は17世紀のマウンダー局小期と類似しており、この時期には約70年にわたって黒点が極端に少ない状況が続き、さらに、 イギリス・ロンドンのテムズ川でアイススケートができるなど、ヨーロッパや北米大陸、その他地域で気温の低下も同時に起きており、今回も地球が寒冷化するのではないかと考える専門家もいる。一部の出展の記事タイトルに伏せ字としている部分がある。ありがとうございます。